縄市産婦人科ゆうクリニック島袋文です。今日はプラスチックについてお伝えしたいと思います。以前にもですね、プラスチックやめてっていうことで、プラスチック製品が、健康にも悪いし環境にも悪いよっていうことをお伝えしたんですけど、今回ですね、NHK でプラスチックに関するいろんな番組をやってるってことで、去年も NHK スペシャルで取り上げられてて、3月にもあったりとかっていうことで、NHK の番組結構よくできてたりするので、そのことについてぜひ見てもらえるといいんじゃないかな、認識が新たになるんじゃないかなって。ちょっと前には子ども向けのですね、プラスチックに関する映画が日本語バージョンになって、放映されオンラインで、上映会っていう形であって、これも購入するって形にはなるんですけど、子どもと一緒にプラスチックやっぱり環境も良くないからみんなで意識しようみたいなね、そんな映画も見たり私もしたりしたんですけど、やっぱり意識していくっていうのが大事かなっていうことで、去年あった NHK スペシャルはですね、人体むしばむプラスチックっていうことで、これ初回放送日が去年の11月ってことなんですけど、国際共同制作の番組ってことで、今後も再放送とかやっていくんじゃないかなとは思うんですけど、プラスチックっていうのが何が問題かっていうと、ホルモンをおかしくするような化学物質っていうのが出てきてしまって、健康に悪いということで、この健康被害ですね、自閉症とも関連するんじゃないかとかね、あとは ADHD 注意欠如多動症とかとも関係したり、子どもの発達障害、あと性器が減少したり、女性も男性も不妊と関連する、乳がんとかいろんな病気と関係するようなんて、さまざまな病気との関連が言われてたりします。で、あとは環境への問題ですね。この細かく砕かれたプラスチックをですね、魚や亀が飲み込んで、でその動物が死んでいくだけじゃなくって、その飲み込んだマイクロプラスチックって細かく砕かれたプラスチックをですね、また人間が食べて、でそれで人間の体も汚染されていくっていうことでですね、特にですね、妊娠中にこのホルモンをおかしくする化学物質、俗に言う環境ホルモン、内分泌かく乱物質を取るとですね、赤ちゃんへの甲状腺機能もおかしくするんじゃないかとかっていうのも心配されていて、本当にもう私たちってすごいたくさんの化学物質にさらされてるんですけど、妊婦さんは特にですね、何が体に悪いものなのかっていうのを知って、できるだけそれを避けていくっていうのが子どもの健康のためにも、あと将来のね、人類の健康のために、こう子どもに孫にとね受け付けられていくっていうことで、すごく大事じゃないかなと。で、家族みんなでやっぱり悪いものを避けていくっていうことで、知識をつけることからっていうところが大事かなと思います。で、このアインシュタインの言葉っていうのがね、 NHK スペシャルでも紹介されてたってことなんですけれど、悪い人が世界を悪くするんじゃなくて、それを見ながら何もしない人がいるのが悪くなるんだっていうことをね、アインシュタインが言ったって、言葉の表現としていろいろ日本語に訳すとあれなんですけど、悪いことに影響されることよりも、悪いことを見過ごしていく方が悪いんじゃないかみたいなね、そういう表現だったり、微妙な違いはあるんですけど、まずは知ることから、知らないでほっとくんじゃなくて、知ることを努力するだけでも全然違ってくるかなと思います。で、内分泌かく乱物質避けてどういうのが問題なんだよってことは、こちらのコラムでも紹介しているので、またこちらの方も見てもらって、少しでもね減らす努力、今私たちの生活の中でプラスチックを使わないとかね、一切ないっていうのはね、もう本当に不可能だというぐらいたくさん使っているので、いかにそれを少なくするかっていうことを意識する、これがすごい大事かなというふうに思います。あと妊婦さんはなるべく化学物質を減らすためにも、何が悪いのかを知るということですね。で、毒だらけとかっていうね本も紹介したりしてますけど、まずは知りつつも減らす努力、いきなりねストイックに全部もうやめるなんていうのはもう現代社会の中で無理なので、できることからっていうことで、ぜひお勧めしたいと思います。以上ですね、プラスチック悪い、体にも悪い、環境にも悪いってことで、なるべく減らしていきましょうってことをお伝えしました。ありがとうございました。